明けましたらおめでとうございますということでね、まだ2022年にいます我々は。そうだね、まだバイバイにしてないよね。そうなの、やっぱ新年になるということでね、企画をしたいなと思って、年賀状をね、今まで一回も作ったことないやん、ピロシキーズで。ない。年賀状を作りたいわけですよ。懐かしいな、年賀状とかも。なんかね、中学校以来なんじゃん。もう誰も私に年賀状送ってこないよ。美容師すら送ってこない。でもやっぱり届いた時は嬉しかったやん。小学生とかの時に雇ったやつな。あれ、またやりたいと思うよ。またやりたい。またあの体験もね、味わいたいわけよ。てか、送ってほしいよね。うちらの住所をさ、公開してんのに、誰もなんて送ってくれへんの。いや、送ってくれてる人もおるかもよ。ほんまに？わからへん。それちょっと楽しみにする。ちょっと皆さん送ってもらっていいですか？もうちょっと多めに送ってください。それをなんか当選するようにしてんで、お金渡るようにしたいね。どういうこと？いろいろさ、あれちゃんが話を省きすぎて、どういうこと？年賀状ってさ、なんか番号があって、お年玉機能がついてるな。お年玉制度が番号がついててね。それで当たりが出るとお金もらえるんやろ。お金じゃなくて物とか年によって違うものをもらえるけどもね。まあお金のパターンもあるんかしら。私はもしかしたら、うん、それでいっぱい届いたら、それでなんか当たったら嬉しいなっていう風に思ってるってことね。ありがとうございます。まあでも逆にやっぱ自分らがもらって嬉しいということは、視聴者にも送ったら嬉しいんじゃないかということで、私はピロシキーズでね、年賀状を作って、まあなんか一筆書いてね、何個送るんかちょっと現時点ではまだちょっと検討中やけども、何人限定で、丸々人限定で年賀状をね、当選した方に送らせていただきますので、そういうことですわ。初めてやね、こんなやんの。応募なんかしてみたいな、なんか当たる。そうだね、募集ね。うん、いいね。一回だけ自分のニコニコのなチャンネルでやったことある。あ、そうだ。意外と来て。何を募集したん？俺のチェキを送る。その時は最初チンタクを送るって言ってるか、チンタクってわかる？チキを白い紙にドーンってやって、そしたらなんか黒い墨みたいなのが残ってて、チンタクが分かれちゃう。それやろうかって言ったらすごい応募があったけど、さすがにチェキにサインとメッセージ書いて送るっていう。まだチンタクやったらいいの？いやいや、チンタクちょっとやっぱ直前になって恥ずかしくなる。弟のやるから。だから来年は、もし今回ね、来年たくさん登録者数が増えたらね、 YouTube のあれちゃんのマンタクを今度はお送りさせていただきます。なんでうちなん？今回写真をね、撮るスタジオさんにご協力をいただいて、自由が丘にあるね、奥住写真館さんにね、今日はご協力をいただいて、ちゃんとお着物も着付けしていただきまして、初めてうちちゃんとそのほんまにね、まあ去年もね着物着たし、あれも別に偽物ではないんだけども、我々のねザお着物着て、綺麗なお写真も撮っていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。ではどうぞお行きなさい。お行きなさいかな。まずクマとヒゲを消しておいて、あっ、諦めて近づかないで。もう一回撮るんだよ。おお、できた。何回もやってできたね、やっと。うん、おもんないわ。パンパンできんくなったらおもんないわ。完全な横向きとかもそう、振り向きとかさ、なんか好きな感じで。
今も撮れてんな。いい感じ。どん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 こっからな、データがどんどんパソコンに入ってきよるみたいやけども、徐々に徐々に入ってきてるのいい感じ。やっぱ時折ね、私が目つぶってたり、アレちゃんがロボットのようなって表情になってるのもほとんどはいい感じやから、ちょっとだけアレちゃんが後ろに座ってるからアレちゃんの方が顔がちっちゃく見えるけど、現実的には私もちっちゃいので、その辺はちょっと考慮してくださいね。なんか顔がやっぱヒアルロン酸入ってるな。ということで、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ねえ、2023年でございます。早いね。うさぎ年。アレちゃんは何年？じゃあ羊年。羊って年あんの？え、羊年？鳥の後が羊？俺何年だと思う？猿。なんでそう思うの？わかんない。頭がいいから。ちょっと待って、何自分で言うとんねん。猿年でございます。あ、そうなん？そう。わ、すげえ、当たったんや。なんか今日はこのようなお着物を着て、とても綺麗なね、和服を着させていただいて、お着物ね。うん、で、何よりも僕やっぱこれが気になってね。本当にね、触りたいけど、こう、あんたに着てるから触ってたら、昨年、おかしい。触ってみ、気持ちいい。ああ。そう、昨年はここに玉みたいなのついとったけど、今年はここに大きなボボ。絶対玉つけるよな。そう、とても楽しかった。持ってるし、手にも。去年はまあいろいろね、目標とかいろいろ考えたけど、昨年はどんな年やった、あれちゃんにとって2022年。いや、なんかでもいろんなことが起きすぎて、なんか早すぎて、終わるのが、まあね、全然気づかなかった。しかもうちのインスタグラムとかね、前の年の写真をアップしてからさ、あんまり写真アップしてないから全然撮ってないのな、写真なんか知らんけど。でも新しく携帯を手に入れたから、これから写真撮る。おー、 iPhone14 Pro、 高いやつな。私はまだまだ 10S をね、もう4年目5年目突入でね、もう変えてたわるかっていう感じでやってるけど、もうほんま遅なってるわ、どんどん動き。そう、そうやな。俺はなんか逆に昨年はすっごい長く感じた。長く感じたんや、うん、だってウクライナとか始まってからさ、それもそうやし、もう目苦しくいろんなことがあって、いろんなところに呼ばれたりとかもぶわーっていろいろありすぎて、逆に長く感じた。そっちが難しい。なんか長いけど、なんか一瞬で、そのなんだろう、嫌なことが長く続いてた、うん、確かにな。あんまいい年じゃなかったかもな。でもあんまり良くない年やったけど、それでも新たな出会いとかもあって、結局いい年悪い年なんてものは多分存在しないのかなとは思ってるけども、まあでも、ね、何目標？やっぱ YouTube を頑張りたいよね。じゃない、うちらってなんか正直な話、2022年はなんかちょっとだらけすぎたかな。更新も定まらんかったし、いろんな、ね、視聴者層もババーって目まぐるしく変わったりして、まあ、あと忙しかったり、あと動画撮れないその期間があったりとか、撮りづらい状況になってたりすることも結構。2023年はね、もう宣言しとこうかなと思うけど、再生数落とします、逆に。やっぱ今まではやっぱ YouTube はあるもの、再生数がないと良くないよねっていうので、再生されるような動画をいっぱい撮らんとあかんなっていうことで、そういう方針で動いとったから、まあ、もちろんそれがね面白くてたくさん見てくれた人もおったんやけども、いまいちねやりたいこととは違う。まあやっぱりね、だからやっぱりそのネタに興味を持ってる層がね、そういうことになるわけだから、それに対してやっぱ肩の力入ってもって、ちゃんとおもろいの撮らんとってなって、ほんで逆に面白くなくなるから、2023年はもう誰も見なくてもいいやっていう気持ちで、撮りたいのを撮るっていうのをやりたい。でもなんかそれ聞けてめっちゃ嬉しいんだけど。そう、風呂敷ラジオとかめっちゃ系再生数全然ないねん。
再生されへんから、まあ誰も興味ないんかなとか思ったりして、まああんまりアップせんようにしとったけど、無理あれで。あれはアップして。でも楽しいね。そう。やってて、ほんまに。普通に素で折れるっていうか、うん、それでこう、なんか視聴者に好かれるようなこと言おうとか、視聴者になんかもう一切何も考えなくていいっていうか。そう。なので、皆さん、おもろい動画を期待してる方は、登録解除してください。おもろいの？うん。頑張らへん。もう力、5割も出さへん。今も何だ、5割も出してない。でも頑張らへんっていうか、そのありのままの自分をこれからはもっとその肩を抜いてリラックスして状態で。肩抜いた感じ。肩の力な。力を抜いて。肩抜いたらこんなんないってなるからな。いやいや、てめえだよ。てめえが間違ってたって、ほんと。まあでもそれでもね、ついてきてくれるリスナーさんっていうかな、視聴者さんいらっしゃると思うからね、うんうん、私たちの悪い部分、いい部分もありますけど、私たち人間なので悪い人間でもあります。知らん、悪い部分もたくさんあります。まあ悪い部分は悪い部分として、別に好きにはならへんけど、でもまあ人としては好きにいるじゃないっていうのがね。そういうところもあるんじゃないかなと、そう、そういう面で見てくれる方が、まあ、ついてきてくれたらいいなと思いますので、嬉しいな。ね、ぜひそういう方は今年もよろしくお願いいたします。今回しっかり。これ写真いっぱい撮らせていただきましたので、うん、年賀状にしてちょっとね遅れて届く形になるの今日1月1日やからね、だからちょっと遅れて届く形にはなりますけども、ご応募いただいた方の中から抽選で何人かここに書いてる人数でお送りさせていただきたいと思いますので、ぜひご応募の方お待ちしております。詳細は概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで今年もよろしくお願いいたします。